お家でね、ペットにね、猫ちゃんを飼ってる皆さんね、爪研ぎってね、どうされてますか？まあ、ほっとくとね、あの壁で爪研いだりして、あとソファーとかね、結構家の中ボロボロになっちゃうんですけどね。まあそれをね、少しでもなんとかしたいっていうんでね、爪研ぎって皆さん買うと思うんですよね。まあ、ハーマンのところは今のところ6匹元野良ちゃんがいて、まあ家中あちこちで爪研いでくれるんですけど、まあこういったね、あの段ボールこの中に入れて、段ボール製の爪研ぎをね、割とこれ皆さんやっておられると思います。でもそれって結構ゴミが出るんですよね。あの削ったっていうか研いだ後ね、段ボールがボロボロになって周りが汚れます。まあこれはね、わりかしあの外に段ボールのカスが出ないような作りになったやつなんですけどね。ただこれ専用のやつ買わないといけないんで、ちょっとお高いんですよね。で、だいたいね、こういった縦型のね爪研ぎ、これを使っておられる方も多いと思うんですね。もともと猫ってあの自然の中ではね、あの木の幹ですね、木の枝と、枝ってことはないから幹ですよね、木の幹で爪を研ぐんですよね。だからそういった習性もあるので、わりかしね、猫ちゃんこういうの好きですよね。でもね、うちみたいに6匹もいるとね、こんな風にねなっちゃうんですよね。これ分かりますかね、もうほらロープがね痩せちゃってボロボロになって、それでもねまだ使ってるんです、ここでね。今ブッチが来ましたけどね、ブッチはね、まあこんなか、こんな感じでやってます。なんかね、ちょっとかわいそうですよね、やりづらそうで。でまあこれ新しいの買ってもいいんですけど、ほらほらまた今もやる、なんかね体勢的にこいつこの方が楽なのかなでもちょっとかわいそうなんでね、これをじゃあ今日はね DIY っていうほどのもんでもないんですけど、直していきましょう。でね、何を使うかっていうとね、これこれね、あの麻のロープで、ホームセンターとかでね売ってます。200円とか300円とかそんなもんですよね。これを使ってね直すんですけど、全然難しくないですよ、誰にでもできますのでね。じゃあちょっとやっていきましょう。まあでもね、やり方はね至って簡単です。これね、古くなったやつをねまずね取るんですけど、よいしょ、全部取っちゃうとねダメなんですよ。これ全部取っちゃうと直せなくなっちゃうんで、これね古くなったやつで、それで今度下側ね、下側ここに切れちゃってるね、すごいな。猫をこれ爪でね取っちゃったんですよね、これね。これね、古くなったやつをね取りましょう。これね、ほら こんな、これがさ元々の太さなんだけど、ほらこんな細くなっちゃって、これ全部猫がね自分の爪でやったんですよね。あとね、これ捨てないで、これ麻なんですけど、これキャンプの時にね、キャンプとかやる時に焚き火する時のね、あの火の火種になりますから、これ捨てない方がいいですよ。これね、捨てるともったいないですね。キャンプとかする人いるでしょ、そういう人はね、これ捨てないで、これをね火種にしましょう。わざわざ麻ロープをね持って行って、買ってね持って行って、ほら火をつける時に使う人いるじゃないですか、ね、そういうふうに再利用できますから、捨てないで、これはね、もしお子さんとかとねキャンプとか行く時に火種に使ってくださいね。もったいないですからね。それだって、それそのためだけにね麻ロープ買う人実はねいるんですよね。意外とそういうのって気づかないとね、そのままにしちゃって捨てちゃうんですけどね。これもともとこんな太かったんですけど、爪を研ぐ場所はねもうこんな風にこんななっちゃったんですね。これも一回ね実は直してます。一回直して、でそれでまた使ってて、それでねまた切れちゃったんですね。一回ねハーマーも過去にこれをね直して使ってたんですね。ここでつないであるのかな、
ここで繋いであるんだ、ね、ここで繋いであったんですね。でね、これ直す時なんですけど、まあとにかくこれ古いロープをね取らないといけないんですけど、やっと取れたかな。ほら、ここで切れてるんですね。ここで、下はここで切れてて、で上はね、もうちゃんとやらしてくれよ君たち。で上はここで切れてます。で下はここで切れてます。だからこのね、切れてる間に新しい麻ロープをね、繋いでやる。ただそれだけなんですよね。それでね、別に難しいことはね、何もありません。要はね、ここ別にいろんなね、ロープって繋ぎ方が実はあります。ロープワークってね、それだけで動画もありますけど、まあ皆さん自分の好きなようにね、ここ肩結びでもいいですよ。あんまり難しく考えないで、でね、ここをこう繋いでやってください。そしてこれをね、まあ、きつくね、どうしても猫ちゃんがね、またね、爪を研いだ時に結構ね、いろんな力で、だからここね、隙間はないように、なるだけこういう風にね、こうやって巻いてやってください。まあ、その時ね、ここ結んだ結び目がね、ちょっと邪魔になったりしますけど、まあ、その辺はね、あまり神経質にならずに、ただ固くね、こうやって締めていきましょう。で、余ったロープなんかはね、これ下に入れてやるといいですよ。でこうやってね、固くどんどこね、巻いていくだけですね。ただしこの時に隙間がないように固くこうやってね、寄せながら、余ったロープね、その結び目の余ったロープはこう中にね、なるだけ入れてやってください。外に出ないようにね。でこれをこうやってぐるぐる巻いていきます。この時にこうやってね、なるだけ隙間がないようにぐるぐるね、巻いていくだけですね。ここで隙間を作らないようにしてくださいね。なるほど、こうやって本当にこうやって強くね、引っ張ってやって、これね、ビニールのロープとかはダメですよ。麻がいいですね。麻ビニールとかはね、猫の爪の間に入っちゃったりしますからね。麻のロープで必ずやってください。でホームセンターでね、売ってますから。この時のコツはとにかく隙間をね、作らないで、きつくね、寄せながらこう巻いていくっていうことです。これ緩かったらダメですからね。緩かったら猫がもう一回やったらふにゃーってなっちゃいますからね。こうやってあら、長さが足りない。これね、実は前使ったやつで、余ったやつ、新しいのはこれまだ使ってないんですよね。前ね、前回も一回これ直して、その時にね、使ったやつがまだ余ってたんでね、ちょっと足りなくなっちゃったね。どうしようか、足りないから、これね、これ前のあまり使っちゃおうかね。足りないから、もう早速と使ってるよ。ちょっとね、これ隙間なくこう寄せていって、でこれを強くね、引っ張って、それでこれにね、途中これを足していきます。またね、まあここで切れる可能性がありますけど、またね、そしたら切れたらね、また直せばいいんで、これをね、また同じようにつないでいきます。難しいこと考えなくていいですよ。これね、でこれをね、またこうやって、まあ、ここにね、結び目ができましたけど、別にいいんですよ。それもね、また猫ちゃんはそこでまた爪研げますからね。あんまりね、めんどくさいこと考えなくていいですよ。
あんまり面倒くさいこと考えなくて、とにかくね、ここをね、隙間をね作らずに強く締めていくっていうことだけですね。ここね寄せて隙間を作らないで、とにかくね強く強く固くね締めてください。どうせまたこれ消耗品なんで、またね切れたらね同じようにこの作業をねしてやればいいんですよね。まあ結構大変っちゃ大変ですけど ね。あ、また足りなくなったぞ。また足りないか。また足りなくなっちゃいましたね。ちょっと今足を使いましょうね。また足りなくなっちゃったから、またこの部分がね、この部分が比較的使えるかな。どうしようかな。もういいか。あんまりケチるのもねみっともないけど、どうしようかな。でもねもったいないっちゃもったいないしね。じゃあこれ使おうかね。これをまたね使ってやりましょうね。もったいないからさ、これね。でどうせまた切れますから、そのうちよいしょね、これを使ってやりましょうね。よいしょ。お、まだ届かない。まだ届かないの。マジか、ね、結構ねわけわかんなくなってきたけどね、まあ、でもあんまり難しいこと考えなくていいですよ。どうせね今度ねまたこれこれはね前回の余りだね。前回の余りだからこれをねまた使ってやりましょう。まあどん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 ね継ぎ足して、あ、まあ、ケチなんだから、ケチだからね、どん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 継ぎ足していっちゃいます。これをねどんどこどんどこ継ぎ足していってね再利用しちゃうっていうね。ケチだな俺もな。ケチっていうかまあもったいないからね。それでね、よいしょ、まあ一番下まで来ましたから、ここでねまたで、ここでつないで縛ってやってくださいね。まあ、これもねあまり難しく考えなくて、あまりただゆるゆるだとダメですよ。ゆるゆるだとね、またねこの次ねもう一回しばらくして取れたらねもう一回やりますよ。もう一回ね、ねここをね固く縛ってください。それで最後はね適当でいいですよ。適当でね、よし、要するに緩くなければいいんです。ほら、まあ今回はねこの辺にしといてやろうか。ね、この辺にしときましょうかね今回はね。よいしょ。これ前回ね直したんですよね。前回直した時に、ね、こういう感じで、でこれね下まで引っ張ってここでね、下の部分と結んでやるんですけど、ね、ここがやっぱり緩いとね緩んじゃいますので、ここはね固く締めてください。これ向きが引っ張る方向が逆だな。まあいいか。でこれでね余った部分をさらに引っ張ってね、でねこれね本当はこの下に入れるといいんですよね。この下に入れてやると、この下にねこうやって入れてやると、この下に入れてやるとまたそれで締められるんですね。上になった部分がね、この下に入れてやって、それでまあ、この辺はねやっぱりロープワークなんで、まあ、慣れもあると思うんですけどね。慣れもね、とりあえず縛ればいいんですよ。でね、またね多分これ切れますんで、そしたらもう一回ね新しい、ケチらないでこの新しいロープ使いますけど、今回はねとりあえずこれで修理しましたね。これでね猫ちゃんはしばらく使ってくれると思います。はい、どうぞ。はい、どうぞどうぞ、使っていいよ。はい、どうぞ、はい、お使いください。
ブッチブッチ、はい、ギロちゃんどうぞ、直したよギロ、使っていいよブッチ。まあでもね、ちょっと見てくれは悪いんですけど、機能的にはこれで十分です。まあ、こういうね、はみ出したところはね、これは切ってもいいんですけど、ね、もう何度も言うようにこれは消耗品なので、ちょっと見てくれは悪いんですけど、機能的にね使えればね問題ないですから、ここだけね固く締めて、でまたそのうちねこうゆるゆるになっていきますから、そしたらねまた直してやりましょうね。どうでしょう皆さん、簡単でしょ DIY って言ってもめちゃめちゃ簡単でしょね。であともう一つね、あのこのボロボロになったね、これはキャンプの時とかに焚き付けで火起こしの時に使えますので、ぜひね捨てないで袋に入れてね取っておくといいですよ。早速ねブッチが使ってくれましたね。やっぱりこの姿勢の方がねやりやすいですよね。ほら一生懸命やってんでしょ、よかったね。これで新しいのを買わずに済みました。ぜひ、皆さんもチャレンジしてみてください。今日はね猫の、爪研ぎの、直し方っていうか、まあ新しいのを買わないでね自分で直してたった200円くらいでね、直せますんで、また使ってやりましょうというそういう動画でした。猫ちゃんも大喜びです。それでは皆さん、お役に立ちましたでしょうか。チャオ。